え、ちょっと待って。ちょっと、え、ちょっと怪しいな。おお。はい、じゃあ、まーちゃんとおーちゃんにせーので見せましょう。せーの。はい。はい。わー！わかる？みなさん、こんにちは。ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんです。マスオです。はい。はい、かわいい。今日は、ゲストにマスオさんに来てもらってまーす。おはスタの生放送出演がありました。イエーイ。まーちゃんに感想聞いちゃおうかな。楽しかった。マスオさんはどうでしたか。楽しかった。はい、今日の企画はですね、マスオさんとパパで絵心対決。よし。おー、まーちゃんもやった。あ、そう、じゃあまーちゃんとおーちゃんもやろうか。ね、まず4人いるので2チームに分かれてもらいます。はい、パパチームとマスオさんチーム、はい、ね、片方がお題の絵を描いて、もう片方が当てる。お題はママが出します。はい、絵を描く制限時間は1分。はい、1分で描いてください。1分でやってたのね。はい、皆さん大丈夫ですか。大丈夫です。はい、やるやる。じゃあ早速やってみましょう。イエーイ。うん、え、こっちのチームなんだ。意気込みを聞いていっちゃいましょうか。はい、こっちのチームはね、もう福島のピカソーと言われたんでね、負けるわけないですね。ね、まーちゃん勝つぞ。まーちゃん置いてかれてるからね。マスオさんとおーちゃんチーム。はい、僕はね、新潟のゴッホって呼ばれたことがある。ゴッホのピカソー。もうね、負けるわけにはいかないよね。うん、どう、自信ある？いっぱいある。いっぱいある。じゃあ、早速、はい、いいですか、1回戦。1回戦、ね、お題出しちゃいますよ。はーい、はーい、はい、じゃん、これです。マスオさんとパパにだけ見ますね。じゃあ目つぶってね、見ちゃダメだよ。はい、あー、マスオいける。簡単じゃん、絶対勝てる。簡単じゃん、いいよ。はい、頑張れ。スタート。よし、頑張れ、マスオさん。よし、絶対いけるよ。これでしょ。1分結構短いですからね。あ、パパ筆が早いな。これでしょ。え、ちょっと待って。ちょっと、ちょっと怪しいな。おお、あー、うまい。マスオさん、うまい。これはわかると思う。これはわかるよ。本当ですね。あ、終わりよ。ちょっとこれ大丈夫かな。じゃあまずここのカメラにせーので見せてください。はい、せーの、じゃん。その違い。はい、じゃあまーちゃんとおーちゃんにせーので見せましょう。せーの。はい、はい、わー、わかる。まーちゃん、まだ言っちゃダメだよ。まーちゃん首かしげたよ。ちょっとまーちゃん、これわかるでしょ、これ。大丈夫。自信ある。じゃあ分かった人はママのところに来てください。分かった。分かった。分かった。おーちゃん正解。イエーイ。まーちゃん分かるでしょ、これ。一回で、一回答えてみようか。なんか頭に思い浮かんでみようか。おお、まーちゃんも正解です。おー、僕の方の絵も見せて。じゃん。どっちが前は、どっちが分かりやすい。やったー。はい、じゃあ今回は1対1だね。次はまーちゃんとお茶に絵を描いてもらって、パパとマスオさん答えます。はい、二人とも目をつぶってください。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ耳もくらっておこうかな。これです。はい、じゃあ用意スタート。よし、ところで、まーちゃん、うん、あ、でもマスオさん不利かもしれない。ぬぬぬぬ。おーちゃんの家当てるなんて、ね、結構想像力もないとね。僕はね、おーちゃんのその全てをこう汲み取って、汲み取って、もう心で通じ合ってる感じで。そうなんですよ、言葉にするんですよ、それを。できた。え、15。お茶頑張れ。まだできてない。おーちゃんは特別ルールでちょっと時間をください。じゃあまーちゃんとおーちゃん、まず正面のカメラに出してください。せーの、じゃーん。なんだろうな。ね、気になるね。まーちゃんはパパに、おーちゃんはマスオさんにだけ見せてください。すぐわかった。すぐわかった。これね。
これすぐ分かったよ。多分あれじゃないかな。俺分かったかもしれないな。じゃあ本人答え変えていい？あ、その方がいいかもしれない。そうしようかな。そうしましょう。ちょっと待ってね。合ってるか分かんないから。はい。違うかな。もしちょっと間違ってたらごめんね。じゃあせーので。はい。せーの。ドン。ドン。あえー。そうだね、見える見える。あーそうだ、そっちか。正解は猫。ゴーイエーイ。猫の勝ち。上手だよ、すごい上手。バカめ。はい、じゃあ次のお題いきます。次のお題はこれです。なんだなんだ。あー、あー、はいはい。おあれしかない。じゃあ、よーい、スタート。じゃあ、開けていい？いいよ。迷いなく、こうでしょ。迷いない、二人とも迷いない。やっぱりね、あの、なんかマッコさんの方が言うまいな。こんなのわかる？いや、全然なんか違うな。はい、文字は書かないでください。文字書かない。はい、終わりです。よし、これはもう外れがしないと思うよ。はい、じゃあせーの。はい。あー、シンプルな絵でもなんかクオリティが違うってどういうことなの？いや、でもこっちの方が即してるんですよね。せーの。はい。わかった？わかった？よし、わかった。わかった。わかった。あ、じゃあここ、はいはい、そう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 。あね、逆にね、俺が何かしてしまったのが、ね、ちょっとね、多分ミスってるかもしれない。下の絵を読んでるかもしれない。そう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 。あ、なるほど、なるほど。そうか。じゃあ一緒に行ってもらいましょうか。一緒に、せーの。 YouTube。 せーの。 YouTube。 いっぺんに答えよ。 YouTuber。 YouTuber？まーちゃんは YouTuber、うん、おーちゃんは YouTube 再生ボタン。あー、どっちが近いだろう。まあでも、いや、どっちも当たりかな、やっぱり。当たりじゃないですか。2人とも正解だー。イエーイ。よし、はーい、4問目、はい、これです。なんだろうなー。はーい、これはもう自信あるから、2人とも。これが分かるよ。じゃあ行きます。はい、じゃあ、はい、よし、頑張ろう。頑張れ。あれ、手が取れない。取れない。昔美術の、美術っていう授業があるんだけど、その時間に隣の人の絵を、あ、顔を描くっていうね、 あのやつやったら、隣の子に泣かれたことあるからな。泣かれたっていうか、こう、うるめになってたな。あ、なんかリアルに描きすぎちゃったみたいな。そうなんですよ。そういえば先週、猫カフェ行ってきましたよ。あ、その動画見たんだ。かわいかったな、猫ちゃん。猫ちゃんでアニ文字チャレンジしたり。そうそうそう。じゃあ、二人ともできましたね。じゃあ、正面のカメラに出してください。せーの。じゃーん。二人の絵、こんな感じになりました。じゃあ、マスオさん、次当てないと負けちゃうので、お互いのパートナーに見せましょう。はい、ね、せーの。じゃん。はい。はい。なるほど。ちょっと待って。あ、あ、分かった。いいのね、答え書いて。うん、2人とも OK ですか？はい、はい、じゃあ、せーので出してください。はい、せーの。じゃん。あー、あれ？なんか全然分かんない。パパが笑顔、はい、マスオさんがひまわりチャンネル。2人だったか。なるほど。答えは女の子です。あぁ、女の子ならそっちの方が近いよね、答えのね。あー、そうだね。こっちはもう表情だから ね。いや、お題が難しかったのかもしれない。はい、じゃあ、はい、3-3 で休憩。はい、じゃあ一応感想を。とにかくも楽しかった。どうしちゃった？マスオさんにもぜひ感想を。全部当てられなくて残念だったんですけど、楽しかったです、本当に。
ありがとう。ありがとうございます。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。ちっちゃちっちゃ。バイバイ。マスオさんの動画見てください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。